音楽科を卒業されております斉藤みどりさん、そして茨城大学教育学部音楽コース卒業をされております原美穂様の3名の皆様でございます。どうぞ皆様大きな拍手をお願いを。この3人の皆様には日本歌曲そしてオペラをお願いをいたしたいと思いますが、3人の知り合ったきっかけ、こちらはお友達を介してということで伺いました。で、3人はとても3人の皆様気が合うということでございまして、音楽家としても尊敬し合える仲間ということでございます。それでは本日2回目のステージでございます。3人の皆様によります日本歌曲そしてオペラの演奏でございます。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。Thank you.
どうもありがとうございました。続きまして、アリとハチトという曲を、面白い題名なんですけれども歌いたいと思います。アリとハチがいまして、アリとハチがある日ニシンとタイを拾いました。それでニシンとタイをどうやってアリとハチは分けようかっていうふうに2人は考えました。それではどうやって分けたかを皆さんどうぞお聞きください。この曲は宮城県の作曲家の岡崎光晴先生が作曲されたものです。Oh.